猫名詞は宝石の一種。筋力石の変種で猫瞳石とも言う。英語からキャッツアイとも言うが厳密にはキャッツアイというのは宝石に光の効果で猫の目のような模様が出るキャッツアイ効果のことであって猫名詞をキャッツアイと称するのは正しくない。本来の宝石種であるクリソベリルという名前をつけてクリソベリルキャッツアイと呼ぶ方が正確である。 高度は8.5、比重は3.72。クリソベリルキャッツアイは不思議な石で、現在ただのクリソベルは、その希少性に反した価格で取引されているが、これにキャッツアイ効果が現れた、途端何百何千倍の破格の値段で取引される。裏を返せばそれだけこのクリソベリルキャッツアイの美しさが際立っているということである。産地はブラジルやスリランカが有名で、地色が 蜂蜜色をしているカボションに白いはっきりした芽が出るものが価値があると言われている。ただ、日本人の言うハニーカラーは海外のそれとはズレがあり、前者はかなり黄色いものをそう呼ぶ傾向にあるが、後者はもっと深いブラウンに近い深みのある色のことを指す。ハニーカラーと共にアップルグリーンの石が珍重される。それ以外にもインド産のクリソベリルキャッツアイが最近安価に入手できるが、 地色は薄い緑がかった黄色のため、あまり美しいとは言えない。同じクリソベルに属するアレキサンドライトにも、稀に、キャッツアイが現れることがある。これはただでさえ高価なアレキサンドライトにキャッツアイの価値が加わり、数ある宝石の中でも、最も希少価値がある。しかしこの石が算出されることは、稀なので他の石のように決まった、市場価格がなく、その都度に色味、変色性。 シャトヤンシーの度合いによって価格が決まる。質の良い石であれば一級のダイヤモンドにも劣らない価格で取引される。ありがとうございます。